陸軍と山学校は、大日本帝国陸軍の軍学校の一つである。不評戦技、不評部隊の戦術、体育、軍学の教官、生徒育成と研究を行い、また陸軍を代表する軍学隊として、陸軍と山学校軍学隊を有していた。所在地は、牛込区と山町、麹町区から移転してきた陸軍軍医学校が近接していた。不評戦技 体育の教官育成と研究については、現在の自衛隊体育学校に、軍学については、陸上自衛隊中央音楽隊教育課に、それぞれ相当する機関である。1873年6月、旧終わり繁華屋敷跡に、陸軍兵学領土山出張所が設置され、上下士官の訓練事務を始めた。翌1874年2月、 陸軍富山学校と解消した。射撃、銃剣術、体操、講師戦法、総連、諸勤務、脱ッを教授した。1887年10月、官軍部に隷属した。1888年、馬場崎門外の第一軍学隊を霊下とし、胴体の後ろ身である、軍学基本隊は、陸軍共同団から1891年に、富山学校内へ移転、 後の陸軍富山学校軍学隊となる。1912年9月1日、戦術科、射撃科、共同大隊を分離し、陸軍府評学校を設け、富山学校は体操科、軍学生徒隊を統括した。1939年から射撃術の教育研究を担当。各兵器の注意、小意、歌手官を対象とする、学生には、体操、剣術、 銃剣術などの訓練を行った。おつし学生は各隊のラッパ長が対象でラッパー府の訓練を実施。軍学生とは軍学部を志す者から選抜し教育した。この学校で陸軍の射撃、銃剣術、探検術、軍刀術などの不評戦技が制定された。当初はフランス陸軍から教官を招兵し、フェンシングと フランス式銃剣術を訓練していたが、後に日本式の軍刀術と銃剣術に改めた。これらは太平洋戦争後、銃剣術、探検術は競技武道の銃剣道、探検道となり、陸上自衛隊でも訓練されている。この他、軍刀双方も研究されていたが、これは合同流派の富山流となって、現在は民間団体で稽古されている。 日本陸上競技選手権大会の第1回から第3回大会までは陸軍富山学校運動場で開催された。後地には国立国際医療研究センターが所在する。ありがとうございます。